ありがとう。新しいクマちゃんだ。ニュークマちゃん。あ、ニュークマちゃん。ありがとうございます。またまた。ありがとう。何のクマちゃんだこれ。あ、めっちゃ早い。ありがとうございます。ハートありがとうございます。キラキラもありがとうございます。くずるおじさん。こんばんは。よしよし。ハートありがとう。こんばんは。あ、コンペイトもたくさん。ありがとうございます。うん。なんだこれは。何のギフトなんだ今回。ありがとうございます。こんばんは。コンペイトありがとう。昨日ありがとう。8ヶ月ぶりのツンデレ楽しかった。こちらこそありがとう。こんばんは。ハートありがとう。かわいかうさんありがとう。あ、こんばんにゃんたろん。コンペイトありがとう。こんばんは。花束と、これなんて言ったらいいんだろう。これなんて言って、カラクリン、あれだよね。ネジで歯車。こんばんは。お姫様とここ、ハートありがとう。今日ポンポンブイン食べて、あ、ね、あれもう激カワカワ、激カワなんだけど、もう早く食べたいんです。やっぱもう寝落ちしてた。大変大変。コンペイトありがとうございます。語るって何を、あ、そうなんですよ。今日はね、あの X に、あの今日の配信とぐずりゅうじさんのお知らせのところに、今日の配信は語っちゃうぜ配信みたいなことを書いたんですけど、今日はですね、今日は語っちゃうんですよ。まあいろいろと、いろいろと。そうで、あの今日もっていうか、カノはあの語ると、あのコメントとかね、いろいろこう一つのことが同時にあまりできない人なので、そうそうそう、コメントをその時話す時はちょっとなかなかね全部は読めないんだけど、あの語るにおいては、あの皆さんの意見だったり、こうなんか思ったこととかも聞きたいなと思うので、もし思ったことがあったらぜひコメントにね書いてください。ハートありがとう。卒業の思い出ありますか？あれ、中学校、小学校、高校と、でも一番大きいというか、一番なんかエピソード的には、あの保育園の卒園式の時に、あのカノンはあの将来の夢みたいなのを言うところがあって、その時に、あの女優さんになることですって言ってたっていう、まあ、カノンは、まあ、思い出、すごい思い出っていうよりは聞いた話もあるんだけど、そうそう、そんな感じですね。グランパス見に行ったのに負けてぐずってます。あー、そうなの。こんばんは。音符ありがとう。ポンポンプリンみんなが食べてていいなって、もうとっても食べたくなってます。はい、シャムロックで、こんばんは。あ、眠くなっちゃった、いけない。この配信で起きて皆さんぐずりゅうじさんをね、その後聞いていただけたらと思うんですけども、昨日の鉄の足姫、いろいろな組み合わせをして、あ、そうそうそう、初めてな感じだったよね。サーヤさんとかイズリンさん、鉄のハートありがとう。新芽っていうか、キュンとサビのねペア、アルハンカロン鉄のアッザンスクズリ T シャツ進化版どうですか。いや、もうめちゃ笑っためちゃ笑った。もう素晴らしい、あの速さの行動力、もう早い、とっても仕事が早い、おもろかった。今日もバンテリンドームでオープン戦見て、あ、本当に野球、ハートありがとう。こんばんさんちゃん、今日は公演、本日はトレンド楽しかったね、ありがとう。ライトの光です。はい、ちょっと待ってね。ハートありがとう。お風呂上がりです。昨日の
公園かのさん可愛く楽しくてありがとう。こちらこそ。おひなさままだ飾ってない、やばい、飾れないかも。ハート、あ、一つのことちょっと間違えてたかも。二つのことを同時にできないか、たくさんのこと、そう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 、あ、真面目な話です。ハートありがとうございます。花粉もね、みんな気をつけてね。あ、キリバンも皆さんありがとうございます。リカちゃんの髪色めっちゃ似合ってた。ステージでもこう照明を浴びてさ、はい、映えるよね。あーさんちゃんだT シャツ見ておせんべい食べながらは、あのあれはね、ちゃんと説明させていただくと、あのお菓子をね、差し入れのお菓子を開けました、おせんべいを。で反省会が始まるって、あーって言ったの。そしたら食べるのは変じゃん、ボリボリ食べながら反省会はさ、ダメじゃん。だからもうずっと手に持って反省会でした。かんはポンペイトありがとう。カノンさん投げる止まっててね、ありがとう。来る、タイムラグがあるからね。あーいけたかな、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、本当ありがとう。ミカデミューハート、ありがとうございます。おひな様のエフェクト、ハートありがとう。だからね、食べないで我慢して、ちゃんと我慢っていうか当たり前なんだけど、ちゃんと食べずにね、反省会が終わってから食べました、ボリボリ。はい、ハートありがとう。こんばんさんちゃん、はい。それではですね、皆さん、まあ、語っていこうと思うんですけれども、まず最初に、まず最初に一つ目としては、あゆびハート、ありがとうございます。一つ目としては、明日の3月3日、3月3日のスペシャルサンチャンデー、サンチャンの日をもちまして、サンチャンデーを終了いたします。はい、これがまあ発表って感じですね。一つ、あの皆さんにお知らせでございます。なるほど、そうそうそう、ゆずらずありがとうございます。サンチャンネルをあの終了いたします。なので、ね、皆さんありがとうございます。今までたくさんあのお題に返信してくれたりとか、あとはこう読む楽しみにねしてくださった皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。そう、3月はサンちゃんの月です。で、3月3日はスペシャルサンチャンデーなんですけれども、そう、明日のスーパーサンチャンデーで、そう、サンちゃんがてが終わります。はい、終了させていただきます。本当にだからありがとうございましたっていうことをね伝えたいですね。本当にこんばんは、お疲れ、ありがとう、ありがとうね、コンペとハートありがとう、ありがとうございます。エブリデイ、あさってからね、そうエブリデイサダカ飲んでお願いします。これからの新中大、そうそう、まあ理由とかもねちょっと語っていこうかなっていう風に思って、今日の語っちゃうぞ配信だったんですけど、何を希望に生きてきてるか、ありがとう。お題とかもね、そうな、どれぐらいだなのかな、期間で言うと1年は経ってると思うんですよ。あの多分ポストしてくださったの覚えてるから、1年で1周年で楽しませ、ありがとうね、ハートありがとう、だるまちゃんコンダありがとうございます。何年に
2年も行ってないのかな。はあ。丸2年、ありがとうございます。そう、すごい、あのまあ理由としては、そうですね、まあまあまあ、すっごいサンチャンレはその皆さんとこう X で、うおX で皆さんとこう X でつながれる一つの企画すごい部分で企画だったので、すごいちょっと待ってすごいね、ブブブブ、あのすごくね、カノンとしても楽しかったし、あの今もすごく嬉しい、返信もらえて嬉しかったし、すごい今も大好きな企画ではあるんですけれども、大好きな企画ではあるんですけれども、まあ区切りという、まあ、スペシャルサンチャンデーで、まあ、次に進むじゃないですけれど、まあ、サンチャンデーが何か足止めをしてたわけではないんですけれどいい話してるタイミングがね、タイミングがね、そう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 、何かをあれでやってたわけじゃないんですけども、まあそうですね、今も大好きな企画だけど、だし、あの皆さんからの返信も好きだけど、まあこの一つの企画っていうもので言ったら、まあカノンが、あの誤解があっちゃいかん、本当に大好きだよ。だけど、まあ一つの企画っていう意味で言ったら、まあやりきったというか、まあカノンがちょっと、なんだろう、飽きちゃったみたいな飽きちゃったみたいな感じなので、そう、また新たなことをね、皆さんにお届けしていけたらなって思う感じそう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 、まあ新たな展開を生むためにも展開を生むためにもっていう感じですかね。そうそうそう、一つ一つのあのお題はすごく楽しいし、皆さんからの返信もね、いろんな回答があってすごく楽しかったんですけど、返信も、まあね、カノンはこういうマイペースな性格だからさ、返信が遅かったのもあると思うんだけど、まあ、返信が大変っていうのはゼロではないけど、それよりはもう本当に、まあ、飽きちゃったっていう感じで、新たな変化という感じをですね、まあ、2年やらせていただいたからこそ、続けてきたからこそ、まあ一旦というか、明日のお題を最後に終了という形を取らせていただきたいと思います。はい、楽しかった、本当に楽しかった、もうすっごい楽しかった思い出としてこれから先も残ると思うので、もう全然そんな大変だったなとかそういうよりは、まあいい意味でこうあるけど、大変だったのは、でも楽しかったなって、やってよかったなって思える企画で、はい、終わることができるので、本当にそれは今までカノンに返信してくださった皆さんのおかげだし、返信でねカノンを楽しませてくださった皆さんのおかげなので、ありがとうございましたっていう感じです。じゃあまあ次に何か企画をやるかって言われたら、そういうわけではなくて、まあ、何かすぐ次のやつを始動するわけではないんですけれども、まあ、リプはね、そうそう、なんか返せる機会も、これがサンチャンネが終わるからどっかで
やってもいいなっていう風に、やれたらいいなっていう感じにも思うね。そう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 、確かにね。あ、でで、あの何言っとったかの、あ、だからそう、なんか次に今何かペッっていうわけじゃないんですけれど、 SK には飽きてないです。全然飽きてない。もうどういうこと、飽きるわけがないじゃない。まだまだ上を、もう上しかないカノンには、今から今のカノンにはまだこう、何、登っていく上しかない。もう本当に全然飽きてないんですけれども、横浜にも飽きてないですね。まあね、一回沈みます。沈むっていうとなんか下っていうイメージが強いけど、自分から沈みます。はい、カノンこそ飽きられないように頑張る側だから、全然そんな皆さんにそんなことは思いません。本当にありがとう、いつも。あと、ありがとう、沈みますっていうのは、まあ、割と今までカノンはいろんなね、こう企画をしたりとか、そうなんだろう、みんなと企画をしたりとか、なんて言うんだろうな、こう動きっていうものを見せてきたですね皆さんとこう楽しむって、もちろん楽しむっていう意味でもなんだけど、こう皆さんと一緒に頑張る、まあ、それは変わらないんだけど、まあ皆さんにこう、なんだろう、自分の頑張るっていうことを配信ショールームだったり、まあ、X だったり、まあ、いろいろ リアルタイムな感じで見せてきたのかなって自分的には思います。だからそういう意味で言ったら、今はすごく一回沈んで、こう自分の実力を上げるっていう時期なのかなっていうふうに思ってて、そうなるとやっぱりなんだかな、だからもう今本当にすごい地味な頑張りをカノンはしなきゃいかんわけですよ。だからそのカノンとしてもそうちゃんと浮かんできて、本当にそう、このままね沈んでたらもう本当に皆さん、まあ本当に悲しいことですよね。カノンもそれは望んでないですし、まあ、皆さんは見る目がなかったということになっちゃう。そんなことは絶対ないように、もちろん頑張るつもりですよ頑張るつもりですが、自分探しというかね、なんかカノンもだから今めっちゃこう地味な頑張りをしなくてはならない時期に突入してて、だからすごくカノンもなんて言うんだろう、そういう意味で言ったらなんか歯がゆいというか、なんかすごくね、悪い重いと意味じゃなくて、今までが皆さんと一緒にこう結構見せてっていうか、こうリアルタイムで報告しながら頑張ってきた感じだから、すごく今カノンとしても辛い、皆さんに伝えられないし、自分もすぐに結果が出ることじゃないことを頑張ってたりするので、すぐに結果が出ないから
本当にあの成功するかどうかっていうのも分かんない。成功だったりこの頑張りがこうなんだろう、どういう結果になるのかとかもう全然分からないから、だからすごくこう本当はなんだろう、皆さんにもう逐一でこういろんなことをなんだろう報告したり、そのなんて言ったらいいのかな、こう今までのあれがあるからこそカノンもこの地味な頑張りっていうのはもう本当に今5年目、 SKE 生活5年目にしてあの本当にあのなんか辛いんですよ辛いっていうのはあの前向きな方向に向かってるからこその辛いですね。あの皆さんのことをあのなんだろう、もちろん驚かせたいんですよ。あの驚かせたいけどそのそれがすごい、まあ、5年目に入ってあ結果として皆さんを驚かせられたらいいなっていう感じですね。結果としてっていうのはあの結果的にの結果じゃなくてあの結果っていう形であの皆さんに皆さんを皆さんと喜びたいみたいな感じですね。うん、そうだからあーなんか最近ちょっとあんまりこう皆さんに報告みたいな感じのことがしてないから動きみたいなのがまあなかなか見えづらい動きをしてるのであの皆さんからしたらあなんだろうな謎だと思うしあの不安というかもうその僕たちのことは私たちのことはああちょっと離れちゃったのかなって思うかもしれないんですけど、それは違いまして、そうなんかはやってます。本当になんかはやってるんですよ。であの何か今動いてるからといって何か決まってる結果があるわけじゃないので、カノンとしてもなんだろう、カノンとしても不安みたいな、不安っていうのはすごく重くは捉えてなくて、その逆にこれができたらとかこういうことこのここ乗り越えたらすごくねみたいに思ってるので、そういう面では全然あの悩んでないというか悩んでない元気なんですけど、あの皆さんとなんかちょっとこうすごい今共有して進んでいくって感じではないので、なんかカノンとしても同じ不安だと思う。皆さんと皆さんがカロンちゃん僕たち私たちにあのなんか最近言ってくれないなとかあの思ってる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、まあそれと同時にカノンもあー思ってるというか
まあだからといって、まあ今自分がこう やってることが、それこそあのティーンズイントの時にも書いたけど、正解かは分からないじゃないですか誰にも、はい、なのであの正解にするためにまあ動いていくっていう気持ちなんですけども、もちろんでもあのカノンはマイペースだから、その追い詰めなんだろうられるほど頑張れはしないんですけどここはねあの皆さんも結構分かってると思うけど、あのいい加減良い加減で今まで頑張ってきたし、あのこれからもそのつもりなので、こうなんかめちゃめちゃストイックに頑張ってるっていうところも逆に皆さんにねお届けできないかもしれないんですけど、あまあこれを皆さんに結果としてあの皆さんにあの喜んでいただける形になるといいなっていう風で動いているのはあの間違いないというか、変わらないところなので、そのだからまあカノンは今さっき沈むっていう表現をしたけど、あのそれはあのあの、まあ、綺麗な言葉なのかわからないけど、あの上がるために沈むって感じ今やろうとしてることは上がるために沈むって感じなので、今までは結構なんだろうリアルタイムでポンポンポンとこうなんていうのかな、一緒にこうなんだろう思ったやった皆さんに伝えてあみたいな、こう結構ねあのあれなので、そうですね、いろんな思いを持つ方がいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、逆にというか、まあ、言っちゃえばあのもうここをあのみんな一緒に頑張りましょうっていう感じですねみんなもいろんなこと思うことがあるし、あれだけどあのカノンもその今までと違うっていうことね。あどう応援すればいいかというと、そうだな、まあ応援してくださるっていう思いっていう感じで考えると、その待つっていう一番あの難しいことなのかもしれないですね。だからみんなはなんか飽きちゃったのかなとか、さっきも出たように僕たちのことなんてみたいな思ったりすると同時に、
なんかみんなは僕たちのこと飽きちゃ、私たちのこと飽きちゃったのかなって思うと同時に、なんかカノンも多分飽きられちゃわないかなとか、なんかすぐに結果が出ることじゃないからこそ思っちゃうんですけど、でもあのヤッコファミリーヤッコファミリーはとか言ったらあれだけど、なんだろう、だから皆さんが思ってる、まあ、加藤をカノンが決めつけるのは良くないけど、皆さんが思ってるのと同じ感じでカノンも思ってるので、そう、だから思いはまあ一緒にしちゃいけないかもしれないけど、一緒っていう風に感じるというか。でカノンはそう、こんな風に泣いちゃうとなんかよっぽどのことがあったんじゃないかって普段泣かないからみんな思うかもしれないけど、そんなよっぽどのことがあったんじゃなくて、あのそんなよっぽどのことがあったわけではなくてですね、なんかい今日あの家今日だからこうやって配信で来てよかったなって思って、泣けちゃっただけなので、どちらかといえば悔しいとか辛いとか不安とかいう涙っていうより、今日配信で話してよかったなっていう涙なので、皆さんそこはあの誤解しないでください。はい、それは違います。はい、なのでなんだろう、かん、まあ沈むっていう表現をしたけど、まあ一回こうもう沈んだ時に潜った時というか、あのカノンの、あーなんだろう、いろんな思いがあると思うし、ファンの皆さんもでもなんか、あまた上がってきておーってなるというものをあの描いてますので、なんだろうな、でもまあなんだろう、その浮上するつもりでいるし、今から言うのは弱気な表現ではなくて、あのまあこのままね、あの本当に沈んだまま潜ったまま上がってこなかったら、まあそこまでそこまでかなっていう感じなのではい、なのでだからそうなんて言うんだろうな、
できることをやる。できる子っていうのは、できることは全力でやるので、そのできることを全力でやるので、もしそうなんだろう浮上してこなくても悔いが残らないようにやるつもりだし、そうだね、皆さんのその時のことはそうなんだな、もう喜ばせるっていう未来を描いちゃってたから、そうだな、多分喜んでると思うからさ、未来で未来に、喜んでると思うので、何を話そうとしてたかね、大丈夫かね何を話そうとしてたかちょっと整理しなきゃなんですけど、ちょっと鼻水かね、待つお題、待つお題、待つお題か、待つお題、待つお題は。なんだろうな、待つために共有する考え、そうだな、まあそうだな、難しい言葉選びが難しいんだけど、すっごい難しいんだけど今頭の中をぐるぐるぐるって感じ、方向性か、あまずあのカノンはあの SK をやめるつもりはないっていう、これはあのそのいい、まあ、それに対してなんだろう、まあ、それを言うっていうのも難しいんだけど、言うあのほんでやめるつもりはなくて、はい、それはあの全然ないです。だから本当にさっき言ってたあの飽きちゃったのかなっていうのはもうゼロミリもない、1ミリもない、何にもない、それは違います。今でもあのめちゃめちゃ興味津々です興味津々です。まで、あのまあ活動としては別にあのそうだな、まあ、SK の活動っていうのはもちろん今まで通り全力で頑張るのでそこも変わりない。だからその公演だったりアクシ会トーク会通称都会だったりっていうのもあの今まで通り頑張っていくことであり、あの活動としては今まで通り続けることなので、まあそこそういうことに関しての
応援っていう意味では今まで通り皆さんも全力で応援していただけたらなって思います。だから嫌なこともないです。嫌なこともないって、こう日本語って言っちゃダメだね、ちゃんと言わないと。何かこれが嫌とかそういうのはない、ないです。はい、休業もしないです。はい、今まで通り今まで通りあの活動をあのにも続けさせていただく、はい、続けさせていただくので、あのそれもあの全力で応援していただけたらなって思いますね。それでもってそれでもってそう、なんていうのかな、おろそかにするつもりもないし、気持ちもなんか全然変わらない、今までと同様。そうなんだろう、支障が出る感じではないですね。まあそれはさ、そのなんていうの、こう気持ちはいろいろ考え方で変化していくものなので、まあ昔と一緒とかそういうつもりではなく、あのなんて言ったらいいのかな、あ、くまちゃんもありがとうございます。なんか SKE となんか別で考えてるっていうのも違うくって、その余裕がないかって言われたらそうじゃないです。この涙は余裕がないからの涙ではないので、あのなんて言ったらいいのかな、ちょっと、ね、なんて言ったらいいのかなばっかり言ってて、ちょっと皆さん何なんだよって感じかと思うけど、ちょっとあの待ってね、なんて言ったらいいかね、本当に時間はあるさ、時間もあるさっていうのは時間、まあ、20歳っていうことを考えて、こう将来的に考えて、その何、まあ、勝負の年ではあるけど、そういう意味とは違う意味で、あの毎日のこうなんだろう、時間という意味で考えたら、あの時間もあるし、あの心的にもあの心的にもなんか追い詰められてるとは違います。うーん、喜べる発表があったとして、それはファンの増加にさ、あーそうだな、うーん、まあ、未来のことなのでカノンが絶対そうですとは言えないけど、もちろんそれを目標にしてる、それも目標にしてるし、あのみなさんに、みなさんになんていうの、喜んでもらえることを目標に、あ、頑張ってるのは大正解です皆さん。はい、そうですそれはもちろんそうです。
としてるから結果的にスケールも還元とかじゃない、もうそれももちろんあるし、そんな大きなことじゃなく、なく、あの本当にあの皆さんに喜んでもらえるといいなって思って、あの頑張ってるっていうのは間違いない。そうね、お鼻がむずむずする。あ、本当に言いたいことは言えたかな。本当に言いたいことは、あ、皆さんが思ってることと同時にカノンも思ってるっていうのがい言えたっていうことのなんか涙ちょっと意味わかんないかも。決めつけることはできないけど、もちろんみんなが思ってることは決めつけることはできないけど、なんか、あ、自分で勝負したいね、人に頼る、あ、まあね、そのね、なんか皆さんのことを頼るときはあの頼るので、あの皆さん、あのちゃんと準備はしといてください、皆さんも準備、お、みんなさんが持ってることがわからないみたいだけど、あれだけか、あー今までもあの頼ってるし、頼ってるし、今までもね、イベントだったし、フリだったりで頼ってきたし、なんか頼ることが嫌いな人ではないので、本当にあの頼れるものは頼っていこうと思ってるので、頼れるものはね、やっぱ頼っていかないと、使えるものは使っていかないといけないし、その皆さんのことじゃなくてね、いろいろな事柄において、あのもう家にあって使えるものは使っていかなきゃだし、頼れるものは頼っていかなきゃいけない、そんなかの自分でできない人なので、それはだからそうなんだろう、皆さんのことをものと思ってるわけじゃない、それは当たり前じゃないですか、そんな風に思ってない、そんなのは違う、絶対違う、そういうことじゃなくて、あのちゃんと、あのそうですね皆さんのことを頼るときはあのちゃんと頼るから、あのそうだから、そのあの なんていうの、自分かのは絶対一人では、あの言葉はごめんごめん、違う、そんなものじゃない、くまみのくさん、 ありがとうくまちゃん、本当にありがとうねくまちゃん、うん、だからさ、そうなんていうのかな、そのお金とかだけって意味じゃなくて、ある意味だから今もなんていうのかな、今もね、あのみんなのことを
なんか信じてるってまで言うと大げさだけど、みんなのみんなにみんなに、うん、みんな多分ね、ヤッコファミリーだからあのこんな風に話してるんだと思います。カノは、はい、こんなにあのあと20分で始まっちゃうね、終わらないとね、こんなにあの素直に言いますか、こんなになんか待つっていうか、まあ準備とか沈むとかあの話して、その待ってほしいみたいなこともあったんですけど。皆さんだから言えた言葉だと思うので、ヤッコファミリーだからヤッコファミリーだから言えた言葉だと思うので、うん、まあ、地味であり、あの待つっていうのはね、地味でありその危険のない待つっていうのは、危険のないっていうかあのわからない待つっていうのは、これもまた決めつけてるわけじゃなくて、あの想像でしかないけど大変なことだと思うんですけどあ、まあそれをまあ頑張るという意味で言ったら頑張ってください皆さんあのはい、頑張るっていう意味で言ったら、あのその待つということを頑張るということが皆さんの、あ、頑張るっていうことで言うならばそうですね。でもまあもしあの待てなくてもまたカノンに戻ってきたいなってあの思う、あの結果を出したらいいなって思って動いてるので、はい、急用はしないし、あの、あ、わかった、わかったとか言ってあれだけど、休業はまだしません。今まで通り活動を続けます。なんだろうな、動きは
ないかもしれないし、みんな不安になるかもしれないけど、あのそばにいてください。あの皆さんの頑張ることは、頑張ることというか、あのあの頑張ることというか、なんだろう、できることと言ったらおかしいけど、あのそばにいてください。はいはい、これですね、きっと。頑張るというならば、あのそばにいてください。はいはい、これですね。皆さんがあの今のよくわからないカノンかもしれないですけど、あのそばにいてください。今まで通り、あのカノンのことを応援してください。無償くらってないです大丈夫です、はい、活動は変わらない、本当にそう。なんかもう、はい、そばにいてください。そう、いてほしいです。はい、体調はもう すこぶる元気です。うん、発表とかはとりあえずなんか決まってるわけじゃないんですけど、あのそばにいてください。はい、そばにいるっていうのはいろんな捉え方があると思うんですけど、あのそばにいてくれれば、その配信を毎日ね見に来てくれたり、あのそれであのいいんです。はい、そばにいてください。あの劇場であのサンちゃんコールをしてください。はい、はい、それです。皆さんの頑張ることは、そう、カノンのそばにいること、そう、当たり前のって言ってくれる優しい皆さんもいると思いますけれども、もしそれが当たり前なのであれば、ありがたい意味で、あの当たり前なのであれば、あの当たり前にをよろしくお願いします。はい、うん、昨日さんちゃんからありがとう、とっても嬉しかった。この配信はなかったことにしなくていいです。はい、なくしちゃったらあの良くない。ある意味あのカノンが皆さんに甘えてあの言った配信なので、カノンの甘えぼさんを受け止めてください。ハートありがとうございます。さあと12分であのぐずりおじさんが始まるのでね、そろそろ締めていかなきゃいけないんですけれども、なんかあの皆さんはハテナが増えて終わったかもしれないけど、あのカノンとしてはこの配信をですね、あのやってよかったなって思うので、あのこの配信はしてよかった、
あの元気勝手に自分だけスッキリする本当にそうだよね本当にそうなんですけど、あのなんだろう、あの今話したことによってあの皆さんにカノンはあのカノンはですよ、カノンはとっても皆さんになんだろうな、みんな頼ってほしいっていうことを言ってくださる方もいるんですけど、あのこれはもう最大限頼ってます皆さんに、はい、あの皆さんに頼ってるからこそのあのあれです、今まで通りそばにいてください、はい、これでございます皆さん。しもちゃんありがとうございますごめんね、優しく言うからこの面倒がそうよね、はい、だからもう今一番あ皆さんがやるべきことはこの後22時30分からぐずりおじさんをあの聞くことですミッド FM さんのですね、あの防災ラジオがあの無料であの聞けるので聞いてほしいです聞くことが今一番皆さんにできることです。今日は、まあ、ぐずり配信だったということでカロンのぐずり配信だったっていうことで、はい、カロンは皆さんをあの頼ってるからこそこんな風にね話してるので、あの皆さんはあのすごくあのそのあのあれだよ、約束とかそういう意味なのあるじゃなくて、あの頼られておりますし、あの皆さんはすごくカロンにあの甘えられてますし、あの皆さんはあのすごくあの気にされてますし、カノンにね、あの皆さんはすごくあの、うん、なんて言ったらいいのかな、皆さんはすごくあの本当に気にされてます、はい、ではそうですね、まあ、まあ謎配信だったかも知らないけど、ぐずりはあのぐずりおじさんのラジオは本当にあの楽しくで今も全然楽しいんだけどカロンなんかな、その泣いてるとそのいろんな思あれ感情があの思い浮かべられると思うんですけど、あの本当になんかあの今カノは自分が泣いてることになんかなんで泣いてんだお前ってあの楽しい気持ちなのであの意味わかんないと思うけど、うん、なんで泣いてんのお前みたいな気持ちだし、うん、なんかすごくあの楽しんで生きてるので、で、はい、みんなまああの、あそうそうそう、話してよかったなって感じなんです。そういう感じで終わりたいと思います。それ今日も13位か3です、たまに来てどっち13位3です、あとまく
初恋さんだ、キスをあげるよ今気づいた思いですけど、ありがとうございます。12位さんです、あとの子親子ファミリー、ありがとうございます。11位さんです、あとの子親子ファミリー、でありがとう。11位から読むかな、うん、うん、ちょっと待ってね、11位さんです。もう少し話したいのに笑顔で見送るのだったかな、 Thank you、 ありがとう。9位さんです、ありがとう。9位さんです、あらまたまたあれだ、入れ替えがあったから、 ありがとう。キスをあげるよ今気づいた思いですけど、ありがとう。8位さんです、ありがとう。7位さんです、どうもカメリありがとう。6位餃子さんです、素敵。5位さんです、ありがとう。4位さんです、横浜に10年は待ちます、結婚しなんでやねありがとう。そして3位さんです、ありがとう。そして2位さんです、ありがとう。そして今日の一番、トゥル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 さんです、横浜大好き、ありがとう。そして85位横さんはトゥルトゥルトゥルさんです、あいつもありがとうございます。あなたもぜひ役はみんなやっちゃってくださいね、キュッアットマーク役はみんなやっちゃってくださいね、ありがとうございます。あ花音読み覚えてるかも、チューリップもありがとう、花音花音ありがとうございます。はい、そうですね忘れないように気をつけます危ない危ない、メールをね忘れないようにします、気をつけます、はい、それでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハートピックにしてフォローよろしくお願いします。今日もこの辺で歌声はね、ありがとうございました、バイバーイ。くまちゃんとかファイトとかハートとかちょっと見逃しちゃったの今日いっぱいあると思うんですけど、ありがとうございます、本当にありがとうございます。では皆さん寝ないようにね、くずりおじさんを聞いてくださいあ、ちょっとあの皆さん忘れてる、忘れてはないと思うけど、あの3チャンネルがあの明日のお題をもって終了いたしますので、はい、そちらの方もあのよろしくお願いいたします。はい、すごい今聞いた人はえってなると思うけど、はい、よろしくお願いします。バイバーイ。明日は多分朝配信ですね、公演なので。バイバーイ。ではぐずりおじさんで、またねー。